よし、行きますか。よし、目標は決まった。これより出陣する。殿は信長殿と古なじみ、戦いに空はござらぬか。今は今川で生きる者、昔のことは関係ない。逃げたぞ。どうして人質の私を？逃がしてやれなかったな。でもスカッとしただろう。うん、いつかもっとかけられるようになったら自由になれる。ああ、本当にそう望んでかけるならな。あの時から変わった。夢中で走った瞬間、その後の解放感、人質である定めにとらわれていたちっぽけな心に明かりが灯った。だが信長殿と戦うことになろうとは。竹千代、貴様は今も定めと戦っているのか。軍議を始める。敵の動きつかめたか。物見の報告によりますれば、現在の状況はこのように。この戦、敵今川軍の総大将松平元康を倒せば我らの勝ち。うん、松平元康はこの辺りに陣を敷いております。 OK。三河衆の士気は高い。信長様、油断は気持ち。殿、こたびの藤どのようにいたしますか。すぐ勝つ家か。どうしよっかな。騎馬がいないんだよな。これでいいかな。軍団の力見せてやれ。はあ、松台までの恥を残すな。続け。はあ、ザー。来い来い。貴重が来た。しかも失敗してる。キャツイエ、ビビってねえで前に出ろ。いけ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 、早く早く早く。逃げやがった。うまくやろう。
長のとこがやばい。信長のとこが非常にやばい。そっからが無理せず確実に仕留める。この野郎、道開けろ、道開けやがれバカ野郎。来てる。うわぁ、よかったよかった。今調子乗りやがって、お前ら見事に破れるとは。この野郎、タメが甘い。その武勇、天下に示せ。かかれ。死ぬかや、起訴頼んだぞ。起訴頼んだ。俺はこれを破壊する。やぐら、やぐら。ちょっとタイミング合わない。タイミング合わない。しかも来た。信長を舐めるなよ。バカ野郎。これは、なんたる不始末。なんだよ、ガードしたのに。